ごきげんよう、望月ひまりです。今回は蛾王先生の画展以来の表参道にやってまいりました。今日も田舎者たちが労働で疲れた体に鞭打って東京都民の皮をかぶっております。最近は海外の観光客の方も増えてきましたね。さて、そろそろ YouTube の検閲もなくなっている頃だと思うので本題に入ろうと思います。今回お邪魔するのは原宿のデザインフェスタギャラリー、ギャラリーイーストで行われている展示会。その名も下品で最低6、みんな大好き大人の玩具メーカーホットパワーズさんが主催するこの展覧会は、その名の通り下品で最低をモットーに、2012年に北海道から展示物を陳列し続けて今年で11年目。最初は7組だった参加作家も現在は24組参加の大にぎわい。絵の発展場は順調に発展し続けております。しかしなかなか経営は難しいらしく、徐々に入場料が上がり、最近ではクラウドファンディングなども行っています。大人の楽園を維持するのはいつの時代も大変ですからね。なんとか存続してほしいので、今回はひまりも爆買いして貢献しようと思います。話しているうちに会場の入り口に到着しました。早速入場手続きを行いますが、会場に入る前に誓約書を書かなければいけません。入り口はおパンティーを模したショーツがかかっているので、展示会に入場するためにはずらして入る必要があります。手作りのぬくもりを感じますね。ママ、ただいま。内部に入ると目に飛び込んでくるのは一面下ネタまみれの異常な空間でした。展示物はもちろん、販売しているアクセサリーまで、すべてに隙のない下ネタが織り込まれております。軽度緯度にほんの少しの誤差があっただけで、シャネルからこれです。不思議な街ですね。会場にはなんと、あの名ハガキ職人三峰徹さんがいらっしゃいました。成人雑誌の読者コーナーで目にされた方も多いのではないでしょうか。お元気そうで安心しました。正面の壁に飾られているのは某飲食店のキッズメニューの表紙パロディ、最低屋が飾られています。本当に最低ですね。その下にはミックスナッツという名前の展示が。刀を箸でつまみ、正しい色の輪の元へと移動させていくゲームです。首をいじりながら箸使いもうまくなれるという一石二鳥の作品ですね。輪と刀の色が違う方が好きなバイカラー首が性癖の方は、自分でカスタマイズするのも楽しいと思います。奥に向かうと絵漫画のカラーページだけで作られた鎧が鎮座していました。その名も知識の鎧。童貞が女性から身を守るために作られているそうです。この鎧は年々アップデートされ続けているそうで、背中には翼が生えそうな気配を感じます。使われているカラーページからも制作者の性癖を感じるのですが、お見せできないのが残念でなりませんね。その隣にあるのがパンチラン、そよ風の誘惑。某ドンジャラに酷似したボードゲームです。4人プレイ用だし、ライブラリのメンバーでやりたいな。しかしお値段は2万円、購入するかどうかが悩みどころですね。パンチラに後ろ髪を引かれつつ奥に進むと、便箋に使えそうなナプキンレターセットがありました。お祈りから欲望まで様々な言葉が書かれたナプキンが壁に貼られています。大好き、そうだね。展示物からは考えられないくらいの治安の良さ、優しい世界ですね。その隣の壁には備え付けられたロフターが。これで電池切れの心配はなし。一家に1台、壁付けピンクローターの時代が来るかもしれませんね。岩に意味深なポッチがついているポッチザロック。窓の外には意味深に揺れるテント、揺れキャン。お盛んですな。自然を感じられる展示もあっていいですね。壁にぶら下げられている意味深な水風船、何なのかは分かりませんが、触った男性が全員リアルすぎる、強く握れないとつぶやいていたのが印象的でした。ちなみに中身は玉こんにゃくとローションだそうです。
おじさんが女の子をはめたり、警察にはめられたりするドライビングゲームもプレイしてみました。メガネをかけると画面上のおじさんが浮かび上がってくるという最新技術も搭載。操作するためのハンドルの真ん中には、意味深にもプレイステーションのマークが。プレイヤーが操作するおじさんも、ゆくゆくは代表の体を 3D スキャンして使用したいそうです。さらなるアップデートに期待ですね。その隣では、主催のホットパワーズさんが開発している1万回気持ちいいを聞かせたこの会場限定版として公開録音を行っていました。ひまりも微力ながら力を貸して録音を行いました。気持ちいい。これでこの音はひまりのお墨付きになりました。大きく育てよう。室内だけにとどまらず、テラスにも展示物は存在しています。さんさんワクワク散歩道。朗らかでとてもいい登りですね。事務所の前に飾りたいです。登りをめくって奥に進んでいくと、突き当たりには各政党のポスターが。足元には雨風でぐちゃぐちゃになった絵本が。落ちていた絵本を蹴飛ばすふりをしながらガン見していた子供の頃を思い出します。展示を見終えたタイミングで、性癖ビンゴ大会が開催されていました。性癖ビンゴとは、数字を言われても性癖が合致しないとマスが開けられないビンゴとのことで、せっかくなので挑戦してみました。マグロが当たったけど性癖じゃなかったり、彼氏彼女の兄弟は悩むけど開けなかったり、決め手は速攻開けたりしながら参加しました。残念ながらひまりはビンゴにはなれませんでしたが、位置抜けした方は足首でフィニッシュ。主催の方がネカマで出会い系サイトに登録している写真とおまけに缶バッジを獲得。2人目の方にはメス豚フィギュアが贈呈されていました。さてあらかた見終えたのですが、下品で最低なものを見まくった結果テンションが上がってしまい、物販で商品を大量に購入してしまいました。買ったものは後ほど説明するとして、とりあえず帰りましょうか。階段下のトイレにも展示があるらしいので、そちらも見てみましょうか。帰りましょうか。あれだけ下品で最低な作品があふれかえっている場所も、一歩外に出ればおしゃれな若者の街原宿なことに驚きます。しかし、ああいう自分の欲望をさらけ出せる場が世の中にどれほどあるでしょうか。経営が大変そうだと冒頭の方で言いましたが、中はとにかくたくさんの来場者で大にぎわい。みんなが笑顔でお互いの性癖を称え合う素敵な空間が広がってきました。我々疲れた現代人に必要なのは、下品で最低になれる場所だったのかもしれませんね。さて、ここで購入品の紹介です。まずは三峰徹さんのグッズを大量に購入しました。缶バッジにポストカード。ポストカードは事務所に飾ろうとしたら来客がびっくりするからやめてくれと言われました。誠に遺憾ではありますが、全くその通りなので、部屋に飾って眺めようと思います。書籍の方は三峰徹先生が描くレポ漫画。当日の楽しい雰囲気が思い返せて幸せな気持ちになります。嬉しい袋閉じ付き。古代マラ文明崩壊の謎、聖都マラゴニアとマラゴン。今は亡き地質学者オティン・シコッティ氏の志を引き継ぎ、古代マラ文明の謎に挑むオナ・ホールデイクの奮闘が綴られたレポートです。怪文書が好きなメモリちゃんにお土産として購入しました。彼女ならいろいろと何とかしてくれることでしょう。大人のドリル、国数 A と全科版。何かがおかしいドリルです。出版元はごっくんなので見間違えないように注意ですね。キンタマーニやエロ漫画島のある国を答えよだったり、爆乳調理を英語で答えよだったりと、簡単なようで結構難問が揃っています。生配信とかで遊ぼうかな。そしてあれを購入してしまいました。そう、あれです。パンチラン、そよ風の誘惑。
一点物の現物を購入いたしました。お値段なんと2万円。なぜか某アイドルアニメのドンジャラの箱で届きましたが、気にせず開封します。尻とおっぺいまみれのパイと特典表、取扱説明書もちゃんと入っていて、プレイ版も特別仕様、なんと謎の封がされたキスマーク付きの封筒も出てきました。後ほど開けましょう。ちなみに手持ちのドンジャラに貼って遊ぶことのできるパンチラン会員版の方は1200円で購入できるので、そこまで手が届かないゲームではないのでご安心を。さて最後に気になるあの封筒を開けていきましょう。ポストカードが入ってますね。3枚ありました。見ていきましょう。父です。父が入ってました。横尻です。尻です。尻が入っていました。ふう、いかがでしたか。下品で最低点6。日々の忙しさの中で日本人が忘れていたもの、最近心の底から笑えていますか。本音をさらけ出す場所はありますか。あなたの居場所はここにあるかもしれません。それでは次の暇散歩でお会いしましょう。次に訪れるのはあなたの街かもしれません。チャンネル登録をして次回をお待ちください。それではさようなら。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしく。して。